だがいくらチューニングしたところで所詮抵抗制御の旧式車、こっちは 3VF インバーター制御だ。40年の差ってやつを嫌ってほど思い知らせてやる。京急に乗り込んだのも京一に対しては単なるリベンジじゃないだろう。むしろ自分で確かめたいことがあるんじゃないかな。超高回転型の主電動機に多段マスコンというところか。確かにお前なら乗りこなせるかもしれない。なんだよ今のは。一瞬ホームみたいなのが見えたぜ。くそ、ただでさえ変な色の河川柱がチラチラして鬱陶しいのに。まったくわけがわかんねえ。京急本線の落とし穴は見慣れない緑の河川柱、旧平沼駅。そして嫌というほど続くワインディングに慣れきった感覚が横浜伊東の高速サイドに対応できないことだ。高速サイドを一発で切り替えられた奴はいない。たった一人を除いては。そう、あいつだけは。ここからは本物のパワーが必要なんだ。見せてやるぜ、須藤京一流勝利の方程式。遠くなるほど長いストレートの先に思い出したように現れる高速コーナー。低速セクションに鳴らされた感覚には心臓が飛び出すほど恐ろしい。ペースを作れず突っ込みのタイミングを見誤る。感じ削って走ってやがる。バカが死にてえか。曲がれっこねえ。いける、曲がる、曲がってくれ俺の2000。曲がりやがった、ありえねえ。叫んな。ダメだ、届かねえ。完敗だ。須藤、仮眠終わりだぞ。おう。よし、行くか。新幹線で名古屋まで行きたいんだけど。品川が便利ですね。快特なら1本ですよ。ちょっと待て、なんで乗務から外されてるんだ。